え、何してんねん。ちょっとちょっと、ダメですよ。それ何ですか。イエーイって。大丈夫。まあまあ、持ってきちゃってるんで。大丈夫ですか。ごめんなさい、これ今ちょっとリサイルさん来てくださって、はい、自然品ブルートレックの説明聞いてたとこやけど、なんで目ざといな。これが噂の噂ですよ。ほんまに僕もインスタとかで見てる、見ましたよ。見ましたか。せっかくなんでちょっと軽く説明してもらっても。はい、お発売が10本10本になるんですけど、はい、まあ今まで青木が、まあ、日本のフィールドで今まで蓄積したデータの中から、うん、まあ、どこでも使いやすく日本のフィールドでこの10本があればある程度のフィールドで使いやすいっていうモデルをメインに考えてます。おかっぱりで買うならどれみたいな。おかっぱりでおすすめの、はい、まあベイトスピニング1本ずつ、はい、1本ずつ、はい、まあモデルとしては、はい、スピニングだと 65L プラス。おお、いいとこですね。まあ、短いモデルで 61L っていうモデルはあるんですけど、短いんで、まあ、飛距離を出したいってなってくると 65L、 そこまで硬いモデルではないんで、まあ、ネコリングやったりとかダウンショットやったりとかミドスやったりとか、まあ、結構ある程度汎用性が高いモデルではあります。なんでおかっぱりで1本ってなるとこれが一番おすすめ。逆にこうスモラバやったりとかジンヘッドアッキーやったりとかボートだったりとかでショートキャスト狙っていくような感じであれば 61L の方がおすすめかなっていうのはありますね。ベイトではおかっぱり一番汎用性が高いっていうモデルですと 68M、うん、68M 1分の3ぐらいまでが、まあ、使いやすいかなっていうのはあるんですけど、はい、うちで言うと D スパイカーの8分の3やったりとか D ブレードの8分の3やったりとか、まあ、結構いろいろ汎用性は高いモデルではあるんですけど、うん、中量級のオールライトに使えるモデルではあるかなっていう。まあ、逆にもうちょっと重たい2分の1とかそれ以上っていうのが 6.mh っていうモデルがあるので、まあそっちの方がまあちょっと重いな、強い部分もありますし、まあ幅は広いかなっていう部分はあります。ただ結構重たいのは背負っていただいても結構曲がるようにはなってるんで、だから投げやすい、まあ、投げやすいは投げやすいと思います。はい、ということでちょっと今から相談するんで。すいません。急に来て、ね、もう特別大サービス、ね、隙もないですからね。特別大サービス。はい、はいはい、ではさよなら、ありがとうございます。